に引き続き新世代の注目5人組アイドルリトル関西のメンバーを徹底紹介。前回こちらの3名をじっくりと紹介しましたが、残りは西村くんと島崎くんの2人。今回まず最初にプロフィールを紹介するのは、続いてモテモテボーイの西村くんを紹介したいと思います。こちら、西村拓也16歳、ニックネームは西拓、特技リフティングマシュマロキャッチ、憧れの先輩松本潤くん、平野翔くん、向井浩二くん、注目の後輩は朝倉陸、ライバルは大西風雅、道枝俊介、正門義則くん、ライバルグループはなにわ男子と美少年。はい、ありがとうございます。いいですよね、このなんちゃら拓也っていう人、大抵何拓って言われるそうですね、めちゃくちゃいいよ ね、浸透してますけど、西拓。僕の本名と顔より西拓浸透してるんで西拓聞いたことあるけど顔わからんみたいな。すごいよ、すごいな。そしてライバルが、これもね、フーガ、ミッチー、マサカド。これなんかね、各グループに一人ずつの感じありますけど、フーガは一緒でやっぱ同期で新名なんで、はい、グループに入ってから意識し始めて、道枝くんはこう一番追いつきたい人っていうか、たくさんドラマとかも出てらっしゃるんで、なるほど、そういう面で。で、マサカドくんは雑誌で僕上げてもらったんですよ、ライバルに。マサカドくんがすごい、それを見て僕もライバルと思ってきたから、俺もライバルと思って。いや、バカじゃないですけど。でもまさかどからライバルってなかなかないもんね。びっくりしました。リア恋って感じやもんね、まさかどくん。なるほどね、リア恋の先輩です。あ、そっか。そんな次世代リア恋枠筆頭の西村くんに、特技のマシュマロキャッチを早速見せてもらいます。流星が、はい、は投げます。準備 OK？ はい。それでは特技マシュマロキャッチどうぞ。わあ、すごい、すげえ。いや、アイドルやな、かっこいいな。いや、さすがやわ。コタロもできんじゃん。なんかちょっと簡単そうに見えたしね。なんかこう回しながら、ほら手に乗せながらいけんじゃん。いけるやろ。バカなんか。早く、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 早く。続きから繋いで繋いで、その A 子の家に B 子が泊まりに行って、あの A 子のこのベッドがすげえわ。いいよ、これもう完璧、完璧や。できました。お、できた、できた。はい、はい、まずこまま、ちょっとちょっと待って、ちょっと待って。今今今今手に乗せるのね。手に乗せてから、はい、マシュマロキャッチ。藤原くんの無茶ぶりに応えようと精一杯頑張ってくれた岡崎くんでしたが、ここで気になる西村くんのマイジャニーズ事件簿を見てみましょう。第3位、みんなでお風呂に。第2位、女性スタッフさんの前で着替え。第1位、受かったら嵐さんに。この3位のみんなでお風呂にっていうのはどういうこと？いや、ジャニーズってキラキラしたもんやと思ってたんで。いや、キラキラしてますよ。もうまさかみんなで一緒にお風呂入るなんて思ってなかったんで。あ、確かにね、一人一つの浴槽というか、そうそうそう、お風呂みたいなね。はい、いや、だってもう僕ら松竹座とかで公演終わったら、もうお風呂にあれ何人ぐらい入ってる？めちゃくちゃいます。入ってますね。10人ぐらい下手し多い時は入ってます。みんなでバーって洗ってしたりして仲いいですからね。はい、そして2位が女性スタッフの前で着替え。これだけ見るとちょっとやばいから、ちゃんと理由聞いときましょう。何ですか、これは。早替えとかあるじゃないですか。はいはい、ね、僕すごいなんか恥ずかしがり屋で、昔、うん、こう友達とか来てもちょっと違う部屋行って着替えたりしてたんですけど、もうそんな言ってられないんで、まさか女の人の前で着替えることになるとは。あ、そっか、そういう意味はあんま考えたことなかったですね。普段女性の前で着替えたりしないもんね。そうです。あの、ね、この人意識してパンツ6900円の履いてます。いきなりの枕やばい。おい、俺5枚で999円。何枚買ったらさ、拍手もおかしいから。勝負パンツ作ろうかなと思って1個買ったんです。あ、コンサートに大事な人か、はい、ちなみに今日は、今日はフーガからもらったの履いてます。うわ、
なんでうわえ。いいやんか。いいことですよ。それでは最後に視聴者の方にメッセージをお願いします。はい、これからも僕らしく頑張っていきたいと思っているので応援のほどよろしくお願いします。以上、西村拓哉のプロフィールでした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。特別賞者も新世代5人組アイドルリトル関西のメンバーを徹底紹介。これまで島崎くん以外の4名を紹介してきましたが、5人目のメンバー紹介をする前にある企画をやっちゃいます。ここでこんな企画をやってみたいと思います。はい、はい、題してリトル関西なんでもランキング。さてリトル関西のみんなにはですね、事前にアンケートに答えてもらってます。はい、それをもとに作成したリトル関西のイメージランキング1位のみをまとめたものを発表したいと思います。こちら。おかしい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 。ナルシストな人、西村拓哉4票女子欲が高い人、大西風が2票ダサい人、岡崎小太郎4票ムードメーカー、トーマルーク5票、先輩に可愛がられる人、島崎とは4票。言い方がドラフトやんのな。4票って。でもこれナルシストな人、西村拓哉4票。いや自分以外の人全員が入れた。いや意識はあるんですか。ないです。いや、こいつあれですよ、自分で平野紫耀に似てるとか言ってる。言ってない言ってない言ってない。これは恥ずかしいぞ。あなんかわしは似てない俺。でも憧れてんねんもんな。そうです、翔くん大好きです。わかるわかる、俺も山田涼介に似てると思ってる。一言も聞いたことないぞ。そして女子力が高い人、大西風が2票。中途半端やな。2票で1票。え、どうこれ、風がって女子力高い、タピオカ好きとか。あ、好きじゃないで。そのさ、タピオカ好きやから女子力高いっておかしいよね。タピオカ、え、あの人に連れて行かれるだけ。誰、流星。流星も女子力高いですからね。いやタピオカあんま好きちゃいます。めっちゃ美味しそうに飲んでたのに。すごいギスギスしたよね、一気に。そしてダサい人、岡崎小太郎4票。ダサいっていうのはどう、もうほんまに服装。そうですね、そうですね。あれじゃないですか、あのリハギが特徴的なやつ着てるんですよ。確かに、ね、そういうね、リハギでどういうの着てるの。あの帰宅部首相とか。いや、あれほんまこだわってんすよ、僕。他もあるよな。あ、あります。何だっけ。そう、虚弱体質。俺それ持ってんねん。虚弱体質、黒のやつで白に虚弱体質やろ。やっちゃいます。違うの。なんで色違いここで持ってんの。そしてムードメーカー、ルーク、はい、5票、自分で投票してる。ほんまや。え、ルークはやっぱムードメーカーなの。そうですね、笑かしてくれます。ラップとかでね。そうです、ラップはしないです。あの、インフンでって言ったらインフンで。インフンで。いや、もうほんまにやばい。いや、白でいきます、白でいきます。やめた、ほら。いや、これほんまにやめた方がいいです。え、インフンでって言ってたら、こんだけほら、もう風が見てみ。こんな笑ってんの久しぶりに見たで。なんかルーク一番年下やから知らない。, 笑いすぎなあ、もうルークほんまにやめてほしそうな顔してるから。すごい、もう俺ルークにめっちゃ見られるのよ。やめて、やめてって。早く進めてっていうね。そして先輩に可愛がられる人とは4票。もう小島くんが溺愛してますからね今。これね、ほんまあかんで。僕らの楽屋に、あの大倉くんが書いた僕らの楽屋立ち入り禁止令がもう出てるんですよ。なんだあれ、小島とはいつ頃から仲良くなった。いや、もう入った時から可愛がってくれて。小島結構ヤバくて、うん、トアがリップ塗ってる時にその口見ながらニヤニヤしてるんだよ今。違う、多分なんか思い出してニヤニヤしてたからね。そうそうそう、でもずっと可愛い可愛い言ってるから。そう思い出したから。弟のような存在なのかもしれないですね、これも、ね、うまくまとめてくれました。ということで以上、リトル関西なんでもランキングでした。それではラストに、千年に一人の美少年こと島崎くんを紹介します。懐かしい。プロフィールがこちら。島崎とは15歳、ニックネームはとは、特技
焼き魚をきれいに食べることができる。得意なモノマネ藤原竜也さん。憧れの先輩は山下智久さん、はい、注目の後輩は角慎太郎君。ライバルグループはなにわ男子。お、2つぐらい気になるんだけど、まず1つ、得意なモノマネ藤原竜也さん。え、藤原竜也さんのモノマネができるの？そうですね、演技中もすごい熱い人じゃないですか。まあ確かにね、そういうイメージがありますか。まああの感じの喋り方をできるなっていう。ここでリトル関西のセンター島崎くんに得意だという熱演する藤原竜也さんのモノマネを披露してもらいます。島崎コアで藤原竜也さんのモノマネです、どうぞ。どうしたら、どうしたらいいんだっていう。いやもう一気に入り込んでたから、めちゃくちゃ一気に入り込むし、びっくりするんだ、はい、どうしたらってめちゃくちゃええ声で言って、で特技が、これ特技もよくわからんのよ。焼き魚をきれいに食べることができる。え、これは特技なんですか、ほんまに。まあ普通の人より綺麗に食べれるかな。まあかっこいいですよね、こういうのできたら。ということで今回はサバの塩焼きで検証、本当に焼き魚を綺麗に食べることはできるのでしょうか。柴崎とわくん、お願いします。はい、ちょっとまず手を拭かしてみて。大事大事。食レポのつもりでも。はいはい。綺麗に食べるにはこう、裏返して、裏返し、おポイントね、骨をまず取ろうという作戦です。骨結構ね細かいので難しいですけど、はい、そうですね、難しいですね。ポイント位置的にはあのこうお腹の方から広げますね。広げる、はい、こうして、まあちょっと一回食レポのために一度食べておきますね。はい。はい、講師ちょっとちょっと割愛ですね。あ、いただきます。キンキンに冷えてやがる。藤原竜也入ってる。藤原竜也入ってる。藤原竜也さんやらんでいいし。ちょっと骨入ってたやん今。全然綺麗に食べれてへんやん。いや実はそんな得意じゃなくて、勝ちな。これをしたやまりちょっと嗅いでみようかなって。かわいいな。どうしても藤原竜也さんのモノマネをぶっ込みたかった島崎くんの気になるマイジャニーズ事件簿を見てみましょう。第3位リチャードくんが。第2位コジトア劇場。第1位ジャニーズジュニア祭りで逆に。また出てきましたよリチャード。何ですかリチャードが。いや僕アナザーの時の2016年のアナザーの前日に入所して、おその日にリハを見させていただいたんですけど、あー懐かしい、舞台の時ですね。はい、リチャード君ってまあもうザ外国人みたいな見た目じゃないですか。まあ、確かにね、こんな言うのもなんですけど。はい、それ で, でダンスもめっちゃうまい。うん、うまいね確かに。で踊ってるの見て、うわジャニーズも外国人ダンサー雇うようになったんかな。まあ確かにびっくりするもんね。そうですね、やっぱみんな出てくるよねリチャードって名前。印象的なんでしょうね。2位がコジトア劇場。何やったっけ、コンサートの初めか、はい、に出てきてなんかコントみたいなのするみたいな。そうですね、途中かな、あれ途中に出てきて毎日小島くんと2人で考えてる。2番。確かにこれはね、なかなかジャニーズやのにネタを披露するっていう機会が関西ジュニアならではですからね。入って1、2年ぐらいだったもんね。いや、もうすぐ4ヶ月4ヶ月です。4ヶ月で、あの変な小島となんかやっとる。恐怖でしかないですよ。お前俺らでも今やりたくないもん小島となんか。またね、あのトアにタレコミが届いてるみたいなので紹介したいと思います。西村君から。あった俺。トア、靴下3つを使いますが、はい、はい、どういうこと、どういうこと。トアなんかもう身につけるものが結構パンツもブカブカで、おで、靴下も穴開いてんのに同じのずっと履いてるんですよ。おもっと買えばいいよ。買ってもいいですけど、3つあればギリギリ洗濯する、まあ雨で乾かんくても、雨で乾かんくても2日経ったら乾くしみたいな。わかるよ、わかるけどさ、もっと靴下ぐらい安いの打てて買った方がええって。ジョー君に教えてもらいやすい靴下。そうやで、5枚で999円の靴下なんか山ほどあるから。買います。
買ったる買ったる、はい、すぐ買いましょう。買ったるわ。では最後に視聴者の方にメッセージをお願いします、これからも元気いっぱいキラキラ笑顔で頑張るので応援よろしくお願いします。はい、以上柴咲とあのプロフィールでした。さてここまで見てきて僕なりにねちょっとリトカンをね分析して分かったことがあるんですよ。何ですか？あのね足りてないところがあるんです、はい、それはグループ内での役割。あ役割ですよ。ちなみにリトカンのリーダーとかって決まってるんですか？決まってない。決まってないんだ。なんか年齢も歴も近いんで、そっか、あえて作らんとこかなと思って。なにわ男子でいうと大橋くん。そうです。 A グループは小島くん。今そうですね。もうリーダーって何か分かってんの？いやだからね逆に言ったらもうこの流れと来てるから、逆にこの中でリーダーっぽい人って誰なの？みんなが思ういつもこういう意見とかそういうのをまとめてくれる人。意見ってなったら風雅か僕が言います。だからここ2人をちょっとあの中間地点に置いて。そうです。僕らは多分しない方がいい。そうそうそう。まさかのえ君リーダーなんていう小太郎がいいと思うねえ。いいのこれで決めてもほんまに。いや僕らは全然もういいですか。もうじゃあ僕も決めるなら小太郎かなと思ってたんで。みんながいいんやったらほんまに小太郎でいいんちゃう？いいっす。もう小太郎自身が良ければ。小太郎はどうなん？え僕っすか？えまあルークがいい。最年少にやらすねん。あじゃあもう OK で。おお。というわけで日本関西のリーダーは岡崎小太郎くんが就任するということで。だからこれからリーダーって呼ばないとあかん。まあ嵐さんみたいに。そうそうリーダー。小太郎が意見まとめて。そうですね。頑張ってください。はい。お願いします。お願いします。お願いします。リトル関西のリーダーが岡崎くんに無事決まったところで今週はここまで。準備はいいですか？はい。次回なんと直系の後輩と真剣勝負。イントロ。と。どちらが未来の関西ジャニーズジュニアを引っ張っていく存在か決定しちゃいます。お楽しみに。
この番組は